はい、皆さんこんにちは、こんばんは、クーです。今回ですね、こちら、はい、こちらですね、ヒュッ、芯のいらない鉛筆です。じゃあちょっとね、こちら開けていきたいと思います。さあ、芯のいらない鉛筆とはね、どういうものかと言いますと、これ開けるとですね、こんな感じで、なんか中国語のよくわかんないのが書いてました。はい、こんな感じ、ちょっとね、高級そうな感じなんですけど、なんとこちらになります。じゃじゃーん。そう、これはですね、芯とかインクとかいらずに、このですね、金属の先を鉛筆、紙にこすりつけるだけで、こう色が乗るというね、そういう代物になっております。で、今回何をやっていくかと言いますと、この芯のいらない、鉛筆の芯の刻印のない、これ待って、もう一回行こう。今企画はですね、この芯、刻印のない鉛筆を使ってデッサンが描けるのかということをやっていきたいと思います。で、まあ僕のね、いつも通りの、石膏像をね、とりあえず例にして、ちょっとこちらでどんな感じで描いていけるのかっていうのをやっていきたいと思います。ではやっていきましょう。はい、ということでね、まずはちょっとね、試し書きしていこうと思います。はい、このね、もう理想の芯のない鉛筆、これをね、マジで使うことができたらさ、多分もう鉛筆デッサンで鉛筆を消費することもないし、画材代もめちゃくちゃ安く済むんじゃねっていうね、そういう感じあるんですけど、とりあえずちょっとね、試し書きしていきましょう。あれ？ちょっと待て。ん？ちょっとね、これ見てみてください。はい、という感じで出たんですけど、これさ、単純になんか、凹凸だけじゃね？とりあえずちょっと、本当に凹凸だけのような気がするんで、色がつかない、こういう硬いプラスチックのりのさ、この先端とかもちょっとでこうやってこう擦ってみて、それでまあこっちで変化があったら、まあ多分色ついてんだなってわかると思うから、とりあえずそれちょっとやっていきましょう。まずはこの芯のいらない鉛筆からここら辺にこうガガガッと書いていきます。じゃ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 、はい、これね、かなり今筆圧上げてます。鉛筆だったらマジでこんな筆圧上げることないよってぐらいやってみました。じゃあ次、この糊の先端でやってみます。なんかね、スクラッチしてる感覚だね。はい、じゃあちょっとね、これ比べてみましょう。あー、なるほどな。こっちが、はい、芯のない鉛筆で描いたところで、ここの目がないところがノリでやったところです。まあ確かにこう見ると、まあ、ちょっと色が乗ってるかなっていう感じはあるかな。じゃあちょっとおまけ程度に 4H でちょっと描いてみようか。近くを 4H で描いてみましょう。はい、説明しよう。鉛筆には次のような種類がある。右に行けば行くほど薄くなっていく。この辺はみんなにも馴染みがあるだろう。しかしこの中で今回選んだ鉛筆は 4H、 最も薄いのだ。 4H、はい、この差です。これでデッサンを描く。基本デッサンは白黒で描くが、もう一つ大きな指標がある。それは質、紙の目の潰し具合で質を表現するのだ。ここに断面から見た紙があるとする。基本鉛筆で描く際は凸凹の凸の部分に色が乗るのだ。そして指で練り込んだり硬い鉛筆で描くことによって目をつぶしていき、その具合の差が質になってくるのだ。しかしこの芯のいらない鉛筆だと一発描くだけで紙の目がマックスで潰れてしまうのだ。なので質を表現することができない。この沈黙はそれで気づいてしまったがゆえのことなのだ。まあ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 、とりあえずね、まあ試しは、ものは試しですよ。
じゃあ、いやだってさ、これマジで筆圧上げてもこうで、だって。おう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 。あ、こんぐらい筆圧乗せるとほら、なんか 4H よりちょっと薄いぐらいの色なら乗りますね。こんだけやったらちゃんとつきます。うん。ちなみに裏。やばくね、これ。やばくね。まあいいや。とりあえずこれでね、ちょっとね、石膏デッサンやっていきたいと思います。さあ、できるかな？マジで謎だわ。大丈夫？マジで。きつ。これきついわ。30分後。はい、ということでね、完成いたしました。さあ、どういう出来になったのかいきますよ。せーの、それ。さあ、こんな感じになりました。はい、結論から言うと、マジでインクってえねえっす。はい。よーく見てみるとね、なんとなく黒ずんでる感じわかるかな？うん。マジで色出ねえ。はい。ということでした。めちゃくちゃ筆圧込めて描かないとなかなかね、色が乗らない。はい。っていう感じでしたね。だから最終的にこうやって描いてたんだけども、最終的にこれだから、これ。ガリ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 って描かないとダメだったし、よーく見てみるとね、もう鼻のあたりとかね、マジで髪破けそうなのよ。これはね、ちょっとね、やばかった。まあちょっとね、いろいろ調べてみたんだけど、割とどの鉛筆も結構薄く乗ってるようなイメージだったんで、本当にこう酸化膜みたいなものがこう取れて、それがこう絵のなんかこう色がつくっていう感じだったんだね。うん、っていう感じでした。はい、ということでね、こんな感じでやったんですけど、もうほぼね、なんかこう色っつうかはもうレリーフわかる、見てたらわかると思うんだけど、特に裏とかやばいからね、裏とかもう超ベコベコ超ベコベコなっす、ベコベコなっす。ということでね、芯のない鉛筆、まあ芯のいらない鉛筆でデッサンを描けるのかということですが、微妙です。はい、ということでね、最後までご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録等よろしくお願いいたします。これではちょっと難しそうな感じです。ではさよなら。